はい、皆さんこんにちは。整体院ワイヤー整体ケア代表の山本です。今日はですね、スイング動作で股関節にしっかり乗せたければ胸郭を使えっていうことをね、伝えていこうと思います。最近多いのはこんな感じでね、みたいなね、選手が多いとは思うんですけれども、多分そのうち主流がまたこんなのになってきちゃうかもしれないです、流行りが。でも別にそこまで過剰に使わなくてもいいんですね。これ右の胸郭広げて、でこの左の胸郭広げてって言うんじゃないですか。でもあんなに過剰に使う必要性はないです。感覚をつかんでもらいたいんですけれども、まず右足に荷重しますね。右足に荷重したままの状態だと、左足に移動するときに大きな動きになってしまう。常に右足にも乗れて左足にも乗れた状態、中心のところですね。ただ右の方にはしっかり入っててほしい。それをやるには右足に、じゃあ荷重します。今度は右の胸郭を伸ばしていってください。ぐーっと横に、上横に、そうすると左側に体重が移動してくると思います。こういう感じですね。でこれで5-5になるんです。右にも乗ってるし左にも乗れてる。だから空中のバランスでも5対5の状態ですね。で反対側もこれですね。反対側これができると、しっかりね、動かせになってくると、こっちにぐーっと入った状態からこうやって出ていきにくくなります。この幅で操作ができるようになってくるんですね。だから別にプロ野球選手みんな外人みたいな感じでとは言ってないですよね。小さい最小限の状態の中で出てってるわけですよ。それっていうのは乗せて出るっていうことではなくって、乗せた状態から左にも勝手に乗っていくっていうのを体の中の幅で行っています。これをね、過剰になんか股関節に乗せて、じゃあ右の股関節に乗せたら、ここから出るときには絶対に左の股関節にその分出ないといけないから抜けてっちゃうんですよね。そうすると左手ブロックしにくいんで、あとはもうブレが大きすぎるんで、コンタクト率がすごく悪くなると思います。で今本当主流になってきているのが、最初から右の胸郭を伸ばした状態で左の脇腹を縮めている状態、こういう感じですね。で逆にフォローの時はこっちが伸びて縮んでるっていう形を強引に取っていって最初から作っていくっていうやり方もあるとは思うんですけれども、別にそこまでやらずに今のままでさらにここら辺が動いた状態でしっかりコンタクトできるのが一番率も上がってパワーも出せていいんじゃないのかなと思います。だからゴルフも一緒ですよね。こっちが伸びてこっちが、ゴルフは特にこんなブレあったら絶対に打てないんで、小さな中でしっかりパワーを出せる、飛距離を出せるっていうのが、胸郭使って胸郭使って、そうすれば右で踏めて左で踏めてっていうのを体のこの中でできるようになってくるので、本当に省エネで一番強いパワーを発揮できるスイングができると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。